ちやばくない？今嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。トッシュ、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 新しい技フラメンコだ、フラメンコ、赤面挨拶か、俺フラメンコや、うるせえうるせえ今日は暗い通り、ちょっと怖い、まあ、怖いというか、まあある意味怖いというか、ある意味怖い、霊じゃなくて人間の怖さ。おー、ちょっと嫌いな怖さだ、これ。世界の恐ろしすぎる風習5選。いやー、風習来た、風習ね、風習はね、やばいんだ。風習っていうのは、土地によって決められているルールというか、そういうもんなんですけども、そこに生まれた人はもうそれが当たり前のような育ち方をするので、場所によってはヤバい風習が数多く存在する。あー、常識ってことだな。確かにね、そのまま外出たらヤバいもんね。そうなんです、うん、で、多分外の交流があんま少ない。わわわわ、おっと、どんどんどん行った、また2階のドア。マジ、めっちゃ言ってるぞ。さ、マジ最近ヤバいな。最近でも絶対上だもん。心を和ませないで、これじゃあ風習話していきましょう。はい、はい、まず一つ目、首長族。あー、あー、もう有名ですよね。これですよ。あー、長っ。いや、でも本当にこれ意味わかんない。どうなんだこれは。まあ、なぜ彼らは人工的に首を長くしているのかと、いくつか理由があります。はい、一つ目、虎から守るためです。虎から守るの、虎から、それで虎から首を守るため。なるほど、首元をガブっていかれるから。え、でもなんか虎ってさ、息の根止めてからさ、食うって言わね。確かに、うん、あー、確かに。ここで息の根止めんじゃないってこと。あ、だからここ守ってる。とりあえず守りをし、いや、一番早いでしょ。女性の、うん、他の部族の人との恋愛が禁止と、普通の人じゃないって一発で分からせるため。うん、あー、違いますよ、はい、つって。もう一つが、シンプルに美しいと思っているらしいです。まあ、ネイルみたいなもんか。あー、そうだね。それ自己満かな、これ、うん、じゃあ、うん、お前さっきからさ、そんなに美しいないけど。もう一つありまして、経済的事情、観光客を呼んでお金をもらおうとしてるんです。あー、行きたくなるな。で、実際首長族の場所っていうのはもう経済的に発展してるんですよ。観光客を首を長くしまっているということで。で、まあ、これ何が恐ろ…お前すごい、まだ上手いね。すまん、すまん。やばかった今。これ何が恐ろしい風習かと言いますと、はい、まあ、これまず普通に頭おかしいじゃないですか。うん、まあ、頭おかしいです。ぶっちゃけてしまえば。日本の常識から考えるんですよ。意味がわかんないです。はい、なんと、キラキラしてますよね、あれ。うん、はいはいはい、全部ガチの金なんですよ。金っていうか、重めのちゃんとした金属で、金属、うん、だいたい成人してる方で7キロ抱えてます。重っ、結構あるぞ。重で、あと首を長くしてるに見えるじゃないですか、うんうん、あれ普通に金属の重さで肩が下がってる。ああ、そっちなんだ。肩下がってる。じゃあもうレントゲンとか取ったら結構もう悲惨なことになってる。ああ、首長族は5歳から10歳までに6個から10個ほどの首輪をつけ始め、その数を増やしていく。そしてお風呂に入る時も寝る時も首輪を外さずに生活している。子供の時から首輪をつけているので首の筋肉がほとんどない。そのため首輪を外すと首の骨が折れてなくなってしまうため、首輪を外すことができないのである。続いて2つ目、はい、はい、ブレストアイロニング。南アフリカの、まあ、ものなんですけれども、はい、胸が膨らみ始めた女性、膨らみ始めた途端に石とか棒とかをバツバツ。お前目キラキラさせんね。目が膨らむってなんかね。継続してきた。棒とか石とか、うん、でもう、いや、こうやって胸の膨らみを抑える。理由が性犯罪が増えるからみたいな。まあ、確かにそうだね。ああ、間違いないと思う。性感染症が増えるから。間違いねえっておかしいだろ。だって触りたいじゃん。これ追放しようぜ。これは都市伝説が壊れていく気がする。南アフリカなんでエイズが多いです。 あんまやらないでほしいみたいな。いやー、でもそういうわけわかんない家庭の風習でこう潰されてしまう。なんでしかも恐ろしいことに、この胸ですよね、男でも触ったら分かる通りちょっと硬いとこあるじゃないですか。まあ骨みたいな、まあ、骨骨骨は、そこあんま刺激しちゃいけないんですって。潰したり押したりすることによって、がんの発生率が飛躍的に上がるっていう。
優雅な、すごいな、刺激だったりするから、ね、さらに恐ろしい風習ありまして、若いうちに妊娠した女性妻ごと追放するっていう法律があるんです。厳しすぎるわ、この風習はちょっといらないよね、うん、インドすぎる。3つ目です。長相、はい、と呼ばれているもの。長相が中国っぽいな。亡くなった人を鳥に全部食わせます。全部食べて木でさっぱりなくなることによって来世ではいい人生になりますよみたいな、中国と一部のインドで行われているんですけれども、考えてみてくださいよ。そういう風習のあるところ行くじゃないですか、うん、行ったらワンちゃん転がってるわけですよ。うわー、やばいっすよ。中途半端に食われてる姿ったらもう、うわー、うわー、もう無理無理。でこれチベットとかよく聞くじゃないですか。あ、チベットでは燃やす燃料ですね、木がないので、あんまり、うん、あ、あんまないのか。そう、木を使いたくないっていう理由で鶏肉はするみたいです。絶対燃やすのかもしれない。資源削減というか、そちらね、画像ありますので。画像だよ、画像。おら、うわ、やっばい、やばいわ。結構もう本当に8割ぐらい食ってる。やばいな。この地方さ、もう鳥は人間食えるみたいになってる。いや、なってるだろ。だから生きてる人間も変に入ったら危ないから。ああ、確かに。外で寝てる客っていうか、まあ、人とかいたらやばいもん。やばい、鳥来るよ。いや、すごい改めて言うけど、こいつ想像力豊かすぎんね。素晴らしいんだけど、魂がチベット行かせたもん。やばい、今歩いてたもん。じゃあ4つ目、はいはい、サティと呼ばれる風習なんですけど、サティ、これマジで恐ろしいです。インドで行われてるんですけど、夫に先立たれさ、夫に先立たれた妻が焼却するときに自分も一緒に取り込むんです。ガチやばく、ガチ、本当にやるんですか今、死んじゃうじゃん。じゃあ若い男を捕まえた方がいい。あー、そうだね、先立たれないよ。一応現在では法律的にはもう一応なしになっているっていう話はあるんですけど、普通に地元の方ではまだやってるよっていう話がたくさんあるみたいな。やってるとこもあるってことですかね。続いて最後、はい、最後、一応先に言っておきます。安心しましょう、はい、安心、今ないです。わあ、それは安心です。それ大事、大事、大事だね。600年代から1902年まで行われていたとされるんですけど、はい、はい、天足、あれなんか聞いたことない。天足、まあ、結構ね、名前は聞くよ。なんか、なんか名前だけあるな。天国の天に足、静かにしましょう、はい。中国で行われ足の形を強制的に変えるっていう、風習なんですけど、3歳になるとアルコールとか酢に足をまずつけさせるんですよ。いや、もう、うん、もういいじゃん。消毒、足をつけさせる、そう、消毒みたいな感じです。あ、消毒か。神経麻痺らせるわけです。ちょっと一応意味としては、ただアルコールや酢でほぼ神経なんて麻痺らないわけですよ。で、何やるかと言いますと、親指ありますね、足の、うん、足の、うん、親指以外の足をこうします。足の裏側に持っていきます。こうやっちゃうってこと？指をそうだ、折れるからもうここ、こうできない、逆に言えば。あー、だからずっとこう歩くことによって、あー、ずっとこう歩くことによってもうくっつくんです。で、なんかこれで4割の子供が亡くなるそうです。亡くなるの4割？いやいや、ショーハンクシですよ、やばいですよ。あー、まあそうか、そうか、意味だと思う。やだよ。なんでかっていうと、まあ、昔の中国では女性、やっぱ男性強い、まあどの国もそうだと思うんですけど、大体中国ちょっと行き過ぎてたみたいで、女性をなんかなるべく閉じ込めたりしたい、そういうのもあるんですけど、足の小さい女性がまず好まれていたとか、これが誰かの趣味とかじゃなくて当たり前にそれがやらなきゃいけないみたいになってるのがもうクソヤバいわけですよ。常識になったのが怖いな。一部では足をこうする、折ったりすると血の循環悪くなって、産み方がヤバいらしいんです。うわー、うわー、産んで、まあ激痛、女の人は耐えますけど、一番ヤバいと思ったのが、裸足なんてほぼならないじゃないですか。あー、匂いがヤバいな。他人にまず見せないじゃないですか。あー、見せないんだよ。唯一見せるとこって言ったらやっぱ夫なわけですよ、うん、あー、そう、人が激臭の中、性行為をするのを楽しむためにやっていた。何それ、すごいな、行かれてるわ、ちょっと行かれてる、そんな選んだ、行かれてる、本当にルーツはそういう感じだったらしい。その村ので派生してって、うん、多分それ意味が綺麗になって可愛いからやろうみたいな感じになって長いこと続いたわけです。だって1300円についてますからね、これ。そうだ、すごいな、ね、めっちゃ続いてるよね。こちらちょっと画像ありますので、やるの、レントゲンがまずこれなんです。
さ、うわ、え、まあ、ヒールみたいな、ヒールみたいな、え、どのくの字になってるの、そう、くの字になって、足、かかとこれでしょ、で、指これでしょ、もっと分かりやすいあります、はい、生画像です、生画像、うわ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 、曲がってるぞ、ほんとだ、うわ、え、やばっ、あ、やばいわ、これ、うわ、エグの甲がもう折れてんだよ、たぶん、ちょっと今日はね、ヘビーな内容でしたけれども、ヘビーすぎます、お勉強になったでしょうか、いや、勉強になりました、持たれるし、改めて日本でよかった、ね、よかった、いいね、日本最高、日本万歳、まあ、このうちの4つは現在も行われている可能性が高いということで、うわー、なんか女性系が多かった ね女性に対する、ね、首長とかもそうだし、ね、まあ、皆さんもね、海外旅行行く際にはこういう風習に気をつけていってください、はい、日本とかでもやばい風習あるとこあるんで、まあ、いつか日本の風習についても触れていこうと思います、はい、少しでもゾッとしたり、お勉強になった方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします、お願いします、それでは次の都市伝説でお会いしましょう、バイビッシュ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 。